おはようございます。めっちゃ朝早いですね。眠いでしょう。今日は朝今6時ぐらいですかね。何しに行くんですか。練習です。何時ぐらいから何時ぐらいまで練習なんですか。6時半から8時ぐらいです。じゃあ練習やってみんな仕事行くみたいな。あ、そうですね。だいたい。じゃあ今から練習場まで向かって練習が8時半までっていう感じで。え、違う、8時まで。はい。練習って週に何回ぐらいあるんですか。練習は火、水、金なんで、はい、週3です。めちゃめちゃいいグラウンドです。本当にありがたいですね、こんな環境で。じゃあ今から練習ということで。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ナイスシーン。見てください、今だけだ。おはようございます。今日からしっかり、ガッツリでやるんで、怪我ないようにね、準備をしてください。オッケー、じゃあ元気出して行きましょう。行こう。ボール持って、ボール持って。なんでそんな雑魚。最初じゃあ足だけで行こう。足だけで行こう。ボール出して、ダイルが制限かけられているところからのスタートだよね、はい、そこに下がって、もう横に出させて、そこでどんだけ効果出るから。お前もあのかけ方だと入ってから行って、じゃあ全部のスイッチが入んないから、はい、俺が名古屆に行ってる時みたいに、そこの移動中でもスイッチかけて3枚で行くから、ね、背中合わせになるようにデカゴール2つ、はい、真ん中、はい、北さんは、そうですね、頼れるキャプテンって感じで、すごいチームメイト引っ張って鼓舞してくれますし、まあでもいつも僕がやってたんで、まあ、ちょっと僕が怪我でできない部分をやってもらってた感じですかね。だから僕は次キャプテンです。あざっす。うぇー。
下さんは頼れるキャプテンって感じですね。違うチームでも一緒にやってたんですけど、ずっとキャプテンシーやってすごいいい先輩であり選手です。北さんの印象は本当チームを引っ張ってくれる存在で、ついてく身としてもやりやすいというか頼りになるっていうのが一番似合う人です。やっぱ声出すところとか、まあ、結構年いってるかもしれないですけど、全然自分と同じぐらい走ってくるんです。ちょっと悔しいですね。そこは走れるのが自分の武器なんで、それと同じぐらい走られちゃうとちょっと困るですね。プレー外とプレー面でちゃんとスイッチ入れて練習時はやる時はやるみたいなところはしっかりしてて、結構やっぱそういうところでは尊敬できるところ多いかなと思います。今結構インタビューしてて完璧な人みたいになってるんで、ちょっとなんか抜けてるところとか、やっぱ抜けてますよ。やっぱプライベートとかやっぱ一緒にいたりするとやっぱ素のところはやっぱバカですね。でもそういうところを含めてやっぱ熱い男なんで、やっぱ好きです。どうでした練習？きつかったですね。僕だけはおじさんにはきついです。今練習終わって、はい、これからどこに行くんですか？ちょっと一旦ジムに、はいはいはい、はい、ちょっとこの時間でサクッと、はい、10時から出勤って感じですか？はい、じゃあそれまでの2時間で。そうです、時間を無駄にしないように。今家行ってシャワー浴びてみたいな感じで、はい、質問とかちょっとしていきたいと思うんですけど、なんかまず軽く経歴とか。経歴は川越で生まれました。一応兄が2人いて、はいはい、兄が2人ともサッカーやってたんで、多分なんか練習とか試合とか多分ついてってて、物心ついてたからボールがあって、はいはい、で幼稚園の多分サッカーやってて、でそのまま小学校のチームも川越ひまわりサッカークラブってところに行って、で中学が大宮のジュニアユース、高校で前橋育英行って、大学で拓殖行って、そっから SC 相模原、ボンズ市原で1回鈴鹿ポイントゲッターズか今、あで1年でもう1回ボンズに帰って、でここですね。じゃあサッカー始めようと思ったきっかけは兄の影響？なんかあんま始めようと思ったきっかけとかがなかったですね。気づいたら、うん、確かに言われてみればきっかけってないですね。じゃあ今からもうすぐ着くんですか？はい、もう着きます。でシャワー浴びて、はい、ですね。今家帰ってきてシャワー浴びて、はい、ちょっと質問したくて、はい、でまず仕事内容、仕事内容は、はい、まあ、基本的には小江戸の新規パートナー企業様の獲得のために今働いてます。小江戸の社員にはいつなったんですか？今年の1月、はいはいはい、2月とかそんぐらいだったかな。それはどういう経緯で？最初に前のクラブを辞めてってなった時点で、まあ、小江戸でサッカーをまたやらせてもらえるってなって、で元々引退したらクラブ作りたいなっていうのは思ってて、はいはいはい、で来る時点でクラブの事業部側で働きたいですっていう思いはあって、でなおかつ今地元のクラブでこうやって J 目指してるんで、ほとんどゼロからのスタートみたいな感じ、はいはいはい、まあ、自分は2年目からっていう感じだったんですけど、ちょっともともとそうやってクラブを大きくするために協力したいっていう思いがもともとあったから、
やらせていただいているって言ってることですね。今1軒目のアポの近くの駐車場ついて、はい、その道中でちょっとまた質問したいと思いますけど、お願いします。なんで小江戸に入ったのか。端的に言うと2021シーズンで引退を考えてて、はい、で本当はそのまま就職の方も決まってたんですけど、はい、まあ、自分は地元っていうところもあって川越のチームで J リーグ目指してクラブがあるっていうことで何か貢献できたらなっていう意味も含めて、はい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 、で、 できたばかりのチームっていうところで、あ、ちょっとチャレンジするしたいなっていう気持ちが大きくなって、でワクワクしちゃったんで、はいはいはい、ちょっとチャレンジっていう意味で来ました。最初は誘われてって感じだったんですか。まずどちらかというと僕は選手としてっていうよりはクラブを作っていく側で、はいはい、話聞きたかったっていうのがあって、どういう感じなんですかっていうふうに聞いてたら、ちょっと選手でやってくれって言われて、で選手でやるの正直迷って、はい、ただそこでその時の GM の方と今の事業部の中島さん有田代表がわざわざ千葉まで来てくれて、はい、いろんな話を聞いてやるしかないってなりました。もうそこです。このビルですね、僕も初めてだけど、トータルマネージメントコンサルティング、これですね、 TM コンサルティング、これの今回行きましょう。今日はどういった感じのアポなんですか。あ、一旦のハッシュ川越っていう、はいはいはい、ウェブメディアサイトを運営しているので、はい、それの取材っていった形でちょっとやらせていただく、はい、ご案内いたします。ちょっとお入りくださいませ。少し待って、来ていただくのを待ちます。あ、すいません。おはようございます。すいません。これカウエシーの田原と申します。チームコンサルティングの代表です。お願いします。お願いいたします。頂戴いたします。頂戴いたします。頂戴いたします。すいません、ちょっと本日ですか。あ、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。まずよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ちょっとあのハッシュ川越というウェブメディアの方なんですけれども、はい、こういった形で私パイド川越 FC の方で運営させていただいておりまして、はい、川越市内の企業様をご紹介させていただいているサイトになっておりまして、はい、まあ、こういった形でもう今300ぐらいいってるのかな、記事数としては。ちょっと今いろんなところに取材行かせていただいて、はい、入させていただくと、はい、というような流れで、はい、まず、すみません、本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは改めまして、ハッシュ川越の取材の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、小江戸川越市。はい。設立が2020年7月なので、はい、あと少しでようやく3年といったところで、はい、川越をホームタウンとして J リーグを目指すサッカークラブを作るといったところで、うん、設立しました。はい、すみません、お時間になります。はい、いえいえ、ございます。こんな活動を私はやらせていただいているので、はい、ぜひちょっと今後とも気にかけていただければと思います。はい、もちろん、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？取材すごい楽しかったですね。はいはいはい、僕がちょっと聞いてて、うん、小江戸とちょっとなんか似てるところがあるのかなって。俺も感じた。めちゃめちゃ勉強になる企業様だったな。今1軒目の取材が終わって、はい、で今からの予定はどんな感じですか？今からはパートナー企業様のステーキバンダイ2号店さんに行きます。食べに、食べれるんですか？食べに行くんです、むしろ。朝からやって、はい、ご褒美ですね。そうです、基本的にはもうランチとかはパートナー様、普段からお世話になってパートナー様でちょっとお食事を取らせていただきたいと思っているので、はい、ステーキハウスバンダイ2号店さんです。はいはいはい、パートナー企業さんです。ありがとうございます、いつもランチいただきましょう、はい、ましょう。ランチ定食とジョーランチ定食ですね。ありがとうございます。オーストラリアのカイナムという部分を出身です。
来ました。美味しそうですね。これがパートナー企業さん。はい。バンダイさんのランチセットです。送っていいですか。はい。腹減ったんで。いただきます。うん。じゃあこれを美味しくいただいて、その後は、あと2軒あるんですか、ね、はい。この後、はい。そうですね。まだ仕事があるんで、はい、ここで元気つけて、はい。まだ頑張りましょう。ごちそうさまでした。今食べ終わって、はい、次はどこに行くんですか。次は富士見野市でパートナーやってくださってるライフアップ中絶さんっていう水道関係をやられている企業様に行って、はい、ちょっと取材の方をさせていただきます、はい、こちらです。失礼します。こんにちは。いらっしゃいませ。すいません、井上さんです。ハッシュ埼玉の方でちょっと取材の方をさせていただければと思います。はい、それではすみません、改めましてハッシュ埼玉の取材の方よろしくお願いいたします。はい、すみません、ありがとうございます。以上でハッシュ埼玉の取材の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。私はさよならを。すみません、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の取材はどうでしたか。すごい井上さんが事前に質問のお答えを用意してくれていたのか、はい、素晴らしい答えが返ってきて、なんかなかなか自然な会話になんなかった今は大体5時半ぐらいで、はい、こっからまだ何かあるんですか。そうですね、本日ラストの、はい、アポイントというかちょっと打ち合わせというか、はい、小江戸のオフィスの方に今向かってます。じゃあこの道中でまだ時間があるんで、この会社の雰囲気っていうか、まあ、どんな感じですか。雰囲気はみんなすっごい真面目ですね。本当にみんなクラブのためにっていうのはもちろんなんですけど、パートナーさん企業のためだったりだとか、応援してくださるサポーターの皆さんのためっていうことだけを本当に考えて日々めちゃくちゃ働いてます。あと社員になってみて、そのサッカー面での気持ちの変化とかそういうのってありますか。めちゃくちゃあって、はい、選手だけでやらせてもらってた時ももちろん全力でやってたんですけど、はい、なんかそれ以上に本当に面と向かってというか、直接パートナー企業さんだったりだとかサポーターの方々と接する機会が増えて、声を聞くことができるようになって、はい、余計に勝たなければいけないというか、重みというか、はいはいはい、そういった部分が本当に変わって、負けられないなっていうことを考えるのがすごく多くなりましたし、強くなりましたね。やっぱり多くの方々からご支援いただいている中で、それはやっぱり期待の表れでもあると思うので、はいはいはい、そこでやっぱり負けるだったりとか、何かこうブレーキがかかっちゃうようなことがあると、はい、やっぱりちょっとその支援の部分もご期待いただいている部分にお応えできてないのかなっていうふうになっちゃうんで、少しでもノンストップでいけるように、ただただ勝利だけを見て頑張ってます。こちらです。こちらの2階、どうぞ。こちらです。どうぞ。ここからちょっと事務作業の、はい、事務処理の方をやっていきます。お疲れ様です。そうです。今だいたい全部業務が終わったって感じで、はい、お疲れ様でした。軽く最後インタビューだけさせてもらおうと思うんですけど、はい、前期を振り返ってどうだったかっていうのをちょっと教えてもらいたいです。そうですね、まあ今なんかその質問飛んできて、率直に思ったのは苦しかった、うん、っていうのが本音の部分で、はい、
ていうのも、まあ、去年川越市リーグ1部でやってで、まあ、埼玉県1部の方にありがたいことに参戦させていただいて、まあ、もちろん苦戦はするだろう、難しいゲームになるだろう、でチャレンジャーとしてやっていこうっていう気持ちはあった中で、ただ本当に実際やってみて、まあ、開幕戦から東京国際大学さんとやらせていただいて、あ、こんなにも難しいかという部分を含めて、おごりがあったわけでは全くないんですけど、本当試合内容展開含めて本当に試合も楽な試合なくて、簡単に、まあ、負けもしましたし、簡単に勝てるゲームなんか一個もなくて、何かが転び間違えれば全敗しててもおかしくないぐらいの試合が続いたので、まあ、率直に苦しかったっていうのが素直な感想です。やっぱ後期は6チームの中の4位に入らないといけないと思うので、はいはい、それに向けて後期はこうしたいみたいなのってあったりしますか？そうですね、本当に、まあ、足りない部分で言ったらもう本当大部分が足りない、足りない部分だらけっていうのは正直なところなんですけど、まあ、唯一パッとやっぱり一番に出てくるところはまだまだ戦う部分だったり、戦うっていうのは球際であったりとか、まあ、全力で戻る部分だったりだとか、誰でもできるところっていうのはサッカーによってすごい大事だと思うんですけど、誰でもできることは当たり前にやる、それこのベースをもっともっと上げていかないといけない、それはでも全局通じて僕も含めてですけどやり続けようっていうみんなでの声掛け含めてやってって、少しずつは積み重ねがあると思うので、そこのベースをもっともっと上げるっていうところは後期にも引き続きやっていきたいですし、質をも上げていきたいですよね。後期、はい、試合がまだ残ってるのでそれに向けて一言お願いします。そうですね、本当にさっきも言った通り一試合も楽な試合はない中で、特に後期は上位6チームになるから前期よりももっともっと厳しい試合しかなくなるっていう中で、ただその中でもやっぱり僕たちはこれだけ応援してくれる方々がいる中で勝ち続けなきゃいけないクラブだと思ってるので、もう何としてでも本当に死に物狂いで勝ちに行きたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今あの北原さんの密着してるんですけど、はい、北原さんについてのちょっと質問っていうのをさせてもらいたいと思うんですけど、はい、北原さんをまずこのチームに誘ったのはなぜかというのを教えてもらいたいです、はい、北さんは実はあの僕も小学校の時川越ひまわりってところで栄えてて、はい、実は1個上の先輩なんですね、まあ、たまたまで、北さんもともとあの前のボンズ市原っていうチームの時にこう選手としてこう小江戸川越市に応募してきてくれて、はい、まあ、その時にまず選手としてこう加入するきっかけがあったんですけど、まあ、それで実際にこう加入が決まって、でもともと事業とか、まあ、そっち側にも興味があるっていう話がまあ北さんからあって、まあ、いろんなご縁があってあの、まあ、入社する形になりました。北原さんは、まあ、社員としてもキャプテンとしてもやってると思うんですけど、はい、そのギャップというか それぞれどういう感じの印象かっていうのを教えてもらいたいです。はい、まあ、でもやっぱチームのイメージ通りというかすごいリーダーシップがあって、まあ、責任感って、で今までだと、まあ、選手と事業部をこう社員としてこう兼任してがっつりやってるっていう、まあ、人材は今までいなかったんで、まあ、そういう意味でもすごくあの事業部のことをこうチーム側に伝えるっていうところも役割としてすごく大事になってくるかなと思います。じゃあこれから期待していることというのをお願いします。北さんはもうあの、まあ、事業部の思いも背負って、まあ、パートナー企業さんからどういう期待をもらっているかとか、まあ、これとかおしが今後 J リーグに出るどう挑戦しているかとか、そういうところをあのもう前面にご自身自分でこう受けてあの日々こう活動していると思うんで、まあ、そういうのを、まあ、なかなか事業部だけだとそのチーム側に伝えきれてない部分も、まあ、どうしてもあるんで、まあ、そこをうまくつなぐこう架け橋になってもらいながらあのチームをこうキャプテンとして引っ張ってもらえたらなと思ってます。お疲れ様です。今あの北原キャプテンの
密着を今1日撮ってきたんですけど、北原キャプテンのちょっと印象というかそういうのを聞きたいと。そうですね、まあやっぱプレーもね、あのその通りだけど、結構あの気迫あって、あの責任感、あのあるようなプレーをこうしてくれてるので、事業部のところもそうだけど、責任感のあるようなこうイメージはありますし、まあその中であの自分だけのこう世界に入るわけじゃなくて、まあ、チームがといったら若手だったりとか、まあ、逆に最年長の方もいらっしゃるので、まあ、そういったあの方々のこう架け橋だったりとか、まあ、そういったところをうまくこうバランスを取りながらやってて、まあ、リーダーシップがあるなっていうのは感じます。北原さんはもう J リーグ目指す上では必要不可欠な存在。そうですね、はい、もうそう思いますし、まあ、あの合併する形になった時に、まあ、あの2年間ぐらいあるステップアップしたんですけど、まあ、そういった時に、まあ、北原的にも、まあ、やっぱ年齢が今年で33になる年なので、あの、まあ、自分が J に行った時はみたいな感じで逆算を、まあ、してて、まあ、本当にまあ僕的にも、まあ、これは北原だけじゃないんですけど、まあ、本当に国営の川越 FC で今やってくれてる選手なので、あの多く残ってこう J リーグの舞台でこう活躍してくれたら嬉しいな。今後の北原さんに期待すること、はい、期待することはもう全部ですね全部なんですけど、まあ、あの全部だとね大変だと思うんで、まあ、やっぱりあの本当こう事業側とチーム側をやってるんで、まあ、チーム側とこう事業側のこう架け橋だったりとか、まあ、逆にあの内部だけじゃなくて、外部へのこう発信、まあ、やっぱりこう選手であってこうキャプテンがあの発信だったりとか、まあ、皆様にこう接する機会が多いっていうことだと思うので、まあ、そういう意味で言うと、これとかは OEC の外面だけのこう思いだけじゃなくて、まあ、内部の大変さだったりとか、まあ、そういったところも伝えていってほしいなとは思ってます。まあ、あのもちろんあのピッチ上で の, あのプレーはもちろんなんですけど、まあ、そういったところもこう期待はしてます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日一日終わりましたね。終わりました。今日まあ、終わって最後まとめみたいな感じでちょっと何個か質問させてもらいたいと思うんですけど、社員になってみて、まあ大変だったこととかやりがいとかあったら教えてもらいたいです。きつい辛いなってちょっと思う部分としては、パートナー企業様だったりとの社長さんだったりとか社員の方だったりとかに直接会う機会が本当に増えたので、あのその週の日曜日の試合で負けた後に顔向けできないというか、会った時に負けてしまいましたっていう申し訳なさというか、それのその中でも元気に挨拶しなきゃいけなかったりとかするのはちょっと申し訳ない気持ちがある中でちょっと難しいというか、本当申し訳ないという気持ちが一番強いですかね、そういう時は。まあ、逆に言えばそこの部分でやりがい、その勝った後、はい、いや勝ったね、よかったねって言われると本当に喜んでくださるんですよね、心から。本当に応援してくださってる方が多いので、やったね勝ったね、今週勝ったねってとか言ってくださると、まずあ気にかけてくださっている、そんでまた一緒になって喜んでくれてるっていうのは、はい、まあ、この選手だけだったらまだ見えなかった部分だなって感じます。こうやってパートナーさんと絡むようにお仕事で会うようになってから、本当にパートナーさんのなんかなんていうか温度感というか応援してくださってるってところが見えるようになったっていうのはすごいやりがいに感じますね。最後の質問なんですけど、はい、社会人になってまでサッカーをやる意義というのを教えてもらいたいです。サッカーをやる意義、そうですね、まあ一番はでもやっぱりシンプルに自分が好きだからっていうのが根底にあって、でこの年になっても本気でこうやって勝ち負けで悔しがったり喜んだりできるっていう部分も本当にありがたい、こういう環境があるのもありがたいことですし、あとは一度2021年で引退を決めて正直ほっとした気持ちがあった中で、はい、競争、毎日の競争からもう終われるっていうのがほっとした部分であったんですけど、やっぱり本当に引退ってなった時には寂しいっていう部分もあったので、やっぱり本当に好きなんだな、やりたいんだなっていうのもあって、で何よりもでやれる環境っていうのが地元である川越
できる、でさらに本気で J リーグを目指してやれるっていう環境があるっていうのは本当にこれが意義になるか分かんないんですけど、ありがたいですよね。サポーターさん、パートナー企業様がめちゃめちゃ応援してくれてると思うんですけど、はいはい、その人たちに向けて一言もらえたらと思います。一言で終わらないんですけど、そこへの気持ちって、はい、本当にここのクラブに来させていただいて、で社会人としてすごい本当にもう平日働くようになって余計感じたんですけど、土日の貴重な休日にわざわざ足を運んで応援してくださるって考えられないな。はいはいはい、もうなんか無償の愛じゃないけど本当にありがたいなっていうのをここのクラブに来て余計感じて、それはパートナー企業様の方々もそうですし、サポーターの方々もそうなんですけど、こんなになんか応援してくれることがありがたいって感じたのはここに来て気づいた、本気で思えたことですね。なんでその応援してくれる皆様にの期待を本当に裏切らないように、この体が壊れるまでの全力でちょっと戦わせていただくので、これからも、まあ、応援よろしくお願いしますというよりは応援されるようなクラブ選手になっていくので、まあ、これからもちょっとよろしくお願いいたします。今日も一日ありがとうございました。僕がよく映るように編集をお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。よし。